ムシとハンバーグ一緒でーす。ハンバーグ餃子作るんだよ。ただ普通に作るんじゃないですか、3人4脚で作る。だから来ないのよ、それだけじゃ。いいし、いや、オッケーオッケーオッケー、ないよ。それ触っちゃったら料理だ。触っちゃったら入れろ入れろ、見て、ポケットあるから、そうそう、ポケット入れれ、ポケット入れれ、ポケット入れれ、お前らノーポケットか、そんな。さあ、というわけでやっと来たの、なんとかここまで、帰ってきましたけども、それましたよ、どうしましょうか。これはまず、その小さいボウルあるな、そこにタレを作るから、はい、まず鶏ガラスープ、鶏ガラスープ、あ、そう、それを小さじ1/2、むずっ。これはむずい。師匠、俺スプーン持つんで、シャッシャッシャッってやってもらっていいですか。 2.5 のスプーンあるだろ。 2.5 のスプーン、ちょっとこれはダメです、これ NG。 何か刺してるだけじゃねえかよ。何でやんなきゃいけないんですか。何でやんなきゃいけないんですか。これそれで、それのスプーン全部出して、そのサジのスプーン全部、そう、全部出して。こんな使うの。違う、そんなお前マリックか、お前先生のマリックかもいらない。全部出して。違うよ、その左、一番左、そう、これそれの半分、俺が入れればいい。それ小さじだから、それの半分ですよ。半分ですよ、もうほんまちゃんとやってくださいね。待った待った、マジで半分するよ。いや、マジで半分でいいですよ。なんでそれ以外何があるんですか。マジの半分高い、高いって。いや、打点を低くして、もっと、そう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 、これぐらい。いや、そうそうそう、動かして。全然半分じゃねえじゃないかよ。どういう見積もりなんだ今の。全然半分じゃない、4分の1じゃないかこれ。ピン出して。いや、ピン出して。違う、回ってないんだけど、師匠ほんとにへこんでるんだよ。もう溶けるのが怖いんだ。ピンタサラジュンだよ。忘れれないんだよ、あの顔が。師匠がそれを、そういうボケをするからですよ、それ殴られるのは。ちゃんと、ね、ちゃんとすれば殴られないですよ、それ。オッケーオッケーオッケー、はい、じゃあこれね、入れて、はいね、お酒小さじ1、それを小さじ1 そのままそのスプーンに入れて、バーグ師匠、そう、バーグ師匠入れて、すり切りね、これ1杯すり切り1杯、そうそう、これすり切り1杯、すり切り1杯、じゃあ、オッケー、おー、危ない。今、ボケてない。多いあれぐらいに。さっきのボケが悪いの分かる。じゃあ、多いって、多いってボケ。あのね、叩かれられてないから、叩かれた瞬間に痛い。痛くて言っちゃダメでしょ、そんな。痛く叩いてないでしょ、別に。瞬間、痛い。痛いはやめてください、師匠、それは芸人なんだから。腹痛い。みりん、みりん、みりんな、はい、それ小さじ1入れてください。いくよ、はい。足なんなんすか。怖いから、じゃ怖いから、右足言いたいの、殴られるの怖いもんだから。いつでも逃げられる。じゃこれ本当ボケないから、ね、マジで。はい、オッケー、お願いします。はい、そして醤油、それ小さじ1入れてください。詳しいな、しかし。それ、違う違う、タレ作るだけだから、タレ作るだけだから。詳しい。すげえ慎重になってんだ、もう。叩かれたくない、叩かれたくない。Okay、もうさ、小学生や。お母さんに怒られてないから、絶対怒られたくないから。萎縮しちゃってる。いいぞ、思いっきり言ってください、師匠。おいで、はい、で、ニンニク、ニンニク、はい、それも小さじ1入れてください。え、こんな小さじ1もいくの。入れてていいよ、入れてていいよ。タレはそっちの方が美味しいから。はい、OK、 これ OK です、この、はい、で、生姜、生姜も、小さじ1ぐらい。あ、いい感じになってきた。いい感じ、ほら、もう慣れてくるんだよね、もんで。もうそのままでもいいですけどね。え、もう今ぐらい、いや、今ぐらいの量で入れてください。いや、お見えすぎる。多いでしょ、多いでしょ、これ。多いないじゃん、何ピンタさせようとしてる。多いもん。多いっすよ、ちょっと。でもまあいいや、まあいいから。で、あと最後、ごま油。ごま油、はい、ごま油を小さじ1強ぐらい入れてください。小さじ1強、うん、結構入れた方が美味しいから。ごま油、もうダーッて入れちゃっていいですよ、その。僕がストップってまで入れちゃっていいです。もう手震えちゃってるじゃないですか。僕がストップって言うまで、あの、垂れちゃっていいんで、垂れちゃっていいんで、そのままダーッと垂れちゃっていいの、垂れちゃっていいっす。オッケー、それで、で、混ぜてください、それを。混ぜる、はい、これをタレにしよう。腰って、いや、体勢がね。ちょっとハンバーグ師匠持ってください。え、何よ、これを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 。何仕事忘れてる。知りたいじゃないですよ。お願いします。これは本当に、僕とハンバーグ師匠の連携が大事。そうそうそう、はい、オッケー、オッケー。じゃあこれでタレ、これはタレなんで、はい、で、野菜がさっきお塩かけたからちょっとしんなりしてきてると思うので。あ、確かに。はい、これで水分を切って。水分を切る、はい、で、両方の手でこうギュッて、だから、いや、ハンバーグ師匠が握って、あ、それを切るじゃねえだろ、シュッとじゃねえんだろ。どう切るの。いや、だからそこのボウルに、はい、でかい方、でかい方、そうそうそう、それを置いて、ハンバーグ師匠の右手でギュッてこう水絞ってもらいで、そこなんで。あ、そういうことか、そういうことか。水絞ってもらいながら、そっちに移動させて、水絞ってください、そこでギュッギュッて。
少なめでいいですよ、だからちょっとずつやるでしょ、はい、ギュッと少なめ。俺は誰にも渡さん。何を言ってんだ何を言ってんだよ、いきなりで、殴られないぐらいのレベルのボケすんじゃねえ単にギリギリのライン攻めようとしてるのに、あーもうやだ、もう違うんだよ、カジサック今もう師匠も殴られないギリギリのなんかなんとなく正統派のボケしだしたんだよ、急にぶっ飛んだことしてくんないんだよ。あーもうダメだ、これぐらいで切っていいの？はい、ギュッと絞ったらそっちに入れてください。あーすごいすごいすごい、そうですそうです、はい、こんな水出んの？水出るんですよ、あのお塩かけると水がね、野菜になったら出てくるんで、で、そっちにポンと、はい、これをいいっすね、全部やっていただいたら、はい、この後にやることは何？ひき肉を入れて、うん、あの混ぜてくる。ああれな、もうこれであんができる。俺じゃあもうひき肉入れてやろうか。ああそうだな、入れてもうあん作っちゃうから、これでだからこれ時間効率いいでしょ、うん、じゃあもう最高こいつマジで何してんの、ちょ、ほんと何してんの、ほんと何してんのこれ今までやってなんだよ、今どういうやつどの種類のボケなの今ね、台無しのボケダメだよもう、また一からやん、めんどくせえな、もうじゃあ何してんすか、俺一回もう一回こうやつ、そう、全部俺からダメよ、最悪何してんすか、マジで病気だよ、病気、病気、今のボケたい病が発動したんだよ、急にびっくりした、最後見れなかったからな、怖かった、今でも、大学から僕は見てたんだけど、うん、あの、決死の顔してたここは殴られても仕方ない確かに痛いって言わなかったもん、そう言わなかったでしょ、ほら映画見や肉入れていいんじゃない、ああそうね、絞った野菜も入れてください、ギュッと最後なっ違う違う間違えたやつ、マジで間違えたマジで間違えたやつ今病気だよ、マジで間違えた今、病気マジで間違えちゃったごめんなさい、マジで間違えた絞るところなんか大丈夫ちょっとぐらいでもいい、まあ、ちょっとはいいよ、肉が出てきちゃったからほんまだ新しいものが出てきたぞ俺もわからないんだよなんでかけたかもうね、体が勝手に動いちゃったもんね、それはしょうがないですよ、そこで絞ってくださいね、はい、これを中に入れたら、はい、ここにさっきの作ったタレあるね、これ、ね、あこれを入れるんだけど、その前に塩コショウ、またまたそう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 、これ来たあれひき肉が入ってるから、え、それボケボケじゃねえボケんだよ、なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ、ちょっと涙拭いてちょっとごめんなさいね、なんで泣いてるんですか、もう皮肉に余った水分かけたら涙出てくる情けなくて情けなくて危ない危ない危ない胡椒はどこにあるの、胡椒これ、あじゃあ塩胡椒して入れて、これどこに、あその中ボール、ここ、うん、ストップ言って、オッケー、はいストップ、オッケーで、お塩をそのまま軽く軽くね、え軽く、オッケー、オッケー、いいよいいよ、それで、さっきの作ったタレ、そう、その中に入れて、あ、タレってそういうことなの、そうですよ、この中身の味なんで、へぇ、あの、食べるタレじゃなくて、で、これで混ぜてください、これ餃子のタレかと思った、違います、違います、餃子のタレはお醤油とお酢だけでね、いきます、ここにも味をつけなあかんね、もちろん、もちろん、食べた時の味で基本的に醤油とかお酢とかかけなくても食べられる餃子の方が美味しいから、なるほどな、うん、そう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 、この辺さすが、あれ、でもこれさもうこれ混ぜたらあん完成じゃん、そうですよ、あめちゃくちゃいいね、それ、そうこれであとはもう包んで、じゃあなんでこんな時間かかったのかけるからね前らがかけるからこういうことなんだよ、これマジで皆さん皆さんほんまこれもう1時間ぐらいやってるからね全編流せどっから冷めちゃうんだよ飲めんしのやつあいいよこれでいい感じ、はい、これであと餃子の皮で包んでください、おもう言うてもらう、お水で、お水、お水で、え、お水いる、あの皮包むのにお水が必要だから、あじゃあそう、それにお水を入れよう、そうしよう、そうどこにあるんだ、水道、水道、あー、濃いなじゃあ、A で行こう、 A? A だったっけ、まず、まず C、 まず C、C があるんだよ、C から、あー、これね、 C からの A、 A、あ、じゃあ、ちょ、B 行こうか、 B、B にしよう、 B 負担がでかいんだよ、 OK、じゃあ B からね、 B、じゃあ、こっちからね、行きます、せーの、一番くらいだ、 B はおのおの外からだったじゃん、あ、そうか、そうか、じゃあ B 行きます、せーの、1、2、1、2、1、2、どういうことなんだよなあ、俺だけなんで俺は教師しないといけないんだ、さっきからずっと見せろ、早く入れすぎだろ、これはお前これどうやって持っていくんだ、何手洗ってんだよ一応面にこれいやいや、もうちょっと、あ、そうかそうか、okay、で、何これもう、これもうあれよ、 B やったらこれ全部こぼれてる、全部こぼれてる、せーの、1、2、1、2、あ、なんで、なんで、なんで、1、OK、行き過ぎ、痛い甘いみたいになったけど痛い、あじゃないですよ、で、これ置いといて、言うよね、言うよね、じゃないですか、
皮めくって。え？それ皮皮皮皮。どこの皮めくるの？いや違う、お前の皮めくらなくてね、脱皮しまった。そうじゃない。袋を出せって言ってる。袋から取れるんで餃子で済むときは。いいの？いいいいですよ。嫌だよ。なんでだよ。また叩くでしょ。だから済むから、次は。次二人の手が必要だから。オッケーです。どこまで行くの？ノー。ノー。いやじゃノーよ。ノーはノーって言わないんだよ。ノーって言わない。言わないよ、ノーは。出して皮。皮これちょっと破るの、これ。オッケーオッケーオッケー。やばっこれ。何？むずない？取る。いや、どっかあるんだろう。これあれ、あれバージョンじゃん、この。えー、これかー。あーそうだよ。切り目のやつか。これはもうトンボ開けて。そう、これは開かないでしょ。これは開かないでしょ、だってそれは。あ、こうやってパーンってやった。いや、無理ですよ。ダメだよ。皮がむしゃってあるから。まあ、黙ってろよ。はい、それで、はいはい、まず皮を1枚出して、手に置いてください、どっちかの。どっちの手にがいい？まあ右手使えるのかな。カジサックの、はい、そこに置いて、ね、はい、はい、で、スプーン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 、はい、それで塩、あんをすくって、うん、この皮の真ん中に置いてください。どれぐらい？まあ、1スクープぐらい、1スプーン1スクープ1スクープで、スクープって言うんだよ。誰かの不倫の？違うよ、そのスクープじゃない。あ、ほんまにスクープって言うの？そうそう、1スクープ。そうでしょ。いや、言います。1スクープ、お前、言い間違いないでしょ。1スクープ、スクープっていう、スクープっていう入れ物、もういいやろ。お前ら料理知らねえって話してもしょうがねえやん、こんなの。嘘ついてんだろ。嘘ついてねえ。ちゃんと早くやって。知らないと早く見てろよ、いいから。真ん中に、それを真ん中にポンと置いてください。はい、それで、師匠、あの、水を指につけて。俺か。はい。で、あの、縁につけてください、餃子の皮の縁に、周りに。はい、それで、餃子の皮をビューって丸く。はい、ビューって。そうです、そうです、ビューって。これぐらいわかるでしょ。そうそうそう。ビューって、ビューってやってください。そっちもビューってやってください。全部？全部でいい、全部でいい。で、包んで、そのまま、包んで。俺いけそうやで。いや、包んで、包んで。師匠、もう、誰が包むの？師匠で決まってるでしょ。俺いけそうやで。あ、それいける？うん。俺を包み込むようにしてください。ミーシャ？え、ミーシャ？ミーシャじゃねえよ。ミーシャ。いや、太ってミーシャじゃねえから、だから。違うんだ、俺すごい声出したから、高い声を。今夜有名の中って、これが夢じゃないか。巻いてない。巻いてないんだよ、ターバンみたいなの。俺は常にお前普通やってる。ハンバーグ。お前ら何なんだよ、マジで。何だよ、この企画。進まねえじゃねえか、話が。ちょっと待って、これ話進まねえだろ、これ。いや、だからいいんだよ、それ。こうやってギュッてやったらいけるんじゃない？そう、それでもいい、それ片手で。あ、これね。その片手でギュッてやってみてさ。で、指で、そうそう、指でキュッキュッキュッ。あ、これ、師匠と一緒に。そうそうそう、それ詰めたらいいから。こうでしょ。そう、で、ちょっと押してあげて、上から。上から平らになるように。あ、こうね。そう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 、それでいい、それでいい、それでいい、それで作ろう。やった。え、これでいいの？大丈夫、大丈夫。なんで、なみなみになってない？いや、いいの、いいの、それグッと押したら、餃子の形になる。円の状態じゃないと、なみなみできないから。え、そうなんすか。うん。でも、なんかちょっといい感じじゃない？あ、いい感じ、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。そうそうそう。あ、でも、これでいいんやと、これでいいやん。それでいい、それでいい、それでいい。それで何なんですか、何すか、何すか。ちょっとなんか空気入ってたらよくないよね。あ、まあまあまあ、よくないですけど。急に真面目になったんですか、いつの間にか。で、それで、じゃあ、ガンガン作ろう。よいしょ。で、乗っ。よいしょ。で、水を、はい、よいしょ。つける。もう俺たち早いから。そうだよ。よいしょ。ちょ、じゃあ、なし。よいしょ。餅のボケすんの。餅の、まだボケるの。もう、ボケたんなんで、クオリティ落ちてるから。そうだよ。ボケのクオリティ落ちてるから、やめてもらえる。なんか、その、殴られない、ギリギリを探るの。TPO。TPO じゃ。もう分かった、俺曲がったわ。 OK、それでいい。こうでしょ、うん、で、これもこうですよ。あー、いいね。あー、そう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 。えい、こうやって、ほんとはその段階でね、ひだ作るのが一番いい。あ、いいじゃん、いいじゃん。で、これで、これで。ちょ、なんサボってんだよ。ビショビショだから。いや、いいんですよ、ビショビショで。ひだ作る係しないと。はい、それで、そうです、それで。あ、OK、OK、OK、あ、そんなもんでいい。じゃ、今日さ、朝さ、はい、名古屋の番組、情報番組やってきてさ、はい、おー、そうなんですよ。芸能人 YouTuber 特集みたいなのやったの、あー、でも結構やってますよね。多いっすね。そう、で、はい、もう名古屋の街出て、はい、芸能人の YouTuber 誰が皆さんお好きですかみたいな見てますから、はい、1位だって。え、マジですか。へー、それは嬉しい、ありがとうございます。そう、180万人超えみたいなんですよ、うん、でもね、そんな話で言うたら、それまで行くまでの道のりが大変でしたわ、うん、まあね、最初100万人登録いかなくて芸人に対するって炎上もしましたわ。確かに。それ今ハンバーグ師匠も始めてますから、うん、そっから行くまでに結構努力必要なんですか、うん、まあまだな、なんかでも2人のやっぱ力すべえすべえ今包み待ちしてんだ、包み来たからしくも名前包みした、すべえや、早く時間持ってねえだろ。あ、美味しそうやで、匂いめっちゃ。そうそうそう、ちゃんと潰しといてな、焼けるよこのね。そうそうそう、あ、下焼くの、焼くのでね、はい、八つ橋みたいな。あ、そうね、見た目ね、ボタメとかね。めちゃくちゃ普通のこと言った。
さあ、というわけで、無事6個進みました、こちら。来ました、来ました。ありがとうございます。いよいよ焼く工程でございます。もうさ、やってやんねいつまでも焼けねえしよいいんだよ、立ちな俺、人待ちの客やんだって。ドリフ世代。まずはでもごま油。火つける前に。火つけていい、火つけて。火つけるの？そう、火つけて、火つけて。わかったわかった。どっち？左だろ、一番。どこの火つけて使わないでしょ、こんなの絶対に。こっちの火に決まってるでしょ、フライパン置いたんだから。今晩どう？なんだ、まさか。なんで俺のここに火つけて。俺のここに火つけてどうすんだ。こっちの火をつけろ、あやめ。消火！お前、全然だな。全然ってなんだよ。調子出てねえの。全然ってなんだよ。やめろよ、そんな言い方する。師匠、萎縮してんだもん、ね、もうボケがもう。あんな何度も何度もビットされたら萎縮もするよ。萎縮した結果、ひき肉に俺水かけてそんで泣いてんだから。そうだよ。一番先輩だ。ね、火をつけてもらって、でごま油強ねえよ。あ、いいよ。あれな、半分じゃねえ。そうそう、そっちもつけてる。そうなんだ、すごいな。そうそう、で、これで弱め弱め弱め、ちょっと強すぎるから。あ、そうですね。それで油、ごま油、はい、引いてください。ストップって、これ結構引いていいよ。そう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 、開けて開けて開けて。あ、匂いするわ。はい、ごま油、いい感じ、いい感じ。腕、腕で、あの、餃子を置くので、カジサックのちょっとフライパンずらして、それでも餃子置いて。まあ、いや、そのまま置いていいや。まあ、そのまま置いていい。そのまま OK、 餃子をいいから。僕よくのフライパンに並べろ、綺麗に。よくあるから。どういう感じ、こうでいい。それでいい、それでもうどんどん並べろ。あれ、銃言うてへんで。言わなくていいんだよ、大丈夫だ、大丈夫だ。お前が銃って言うんだよ。あ、来た来た来た、置いたよ。はい、これで今ちょっと焼くから。はい、で、今これ焼き目がつくまでね、うん、あのちょっと入れますんで、ちょっとまだこの状態で。次やる工程教えてよ。あ、だからこれで焼けてきたら、うん、もうあとはもう水入れるか。あ、水入れて蓋するんだ。そう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 。あ、そうだ、最後蒸し、最後蒸すから。もうちょい必要するな、うん、あ、蓋こうだ。そう、最初ちょっと強くして焼き目ちょっとつきたいんで。なるほどね、うん、これうまいんちゃう。いや、美味しいと思いますよ。餃子自体はうまいんですか。餃子自体は、何そんなしてんの。また出たで、病気さっき。なんか絞るやん。マジなんて触ったんすよ。ひっくり返して見てみようと思う。揺れてくの。ダメでしょ、ボケめよ。ハンバーグ作った時もそういう病気出てましたけど。水入れて。水全体にジャーッと。どれぐらい。そんなに入れていいの。ダメ。その半分ぐらい、その半分ぐらい。え、そんな入れるの。いいからいいから入れる。マジでいいから入れる、早く。どっち入れる。危ないじゃん、危ないじゃん。ほら、危ない。危ない、危ない。早く閉めて、早く閉めて。何よ、そんな熱くないよ、こんなの。火入れたじゃん、今。熱くないよ、こんなの。こんなの大げさに、お前ら。火をちょっと揺らして。よし、ちょっと中火、中火、中火、中火。オッケーオッケーオッケー。で、あとは待つ。あとは待つ、はい。何分。まあ、3、4分とか5分ぐらいいけば、もうこれ水がなくなればいいのでね。さあ、各自、はい、焼けてきた。 5分経ったわ。いや、だから蓋開けてください、まず蓋開ける。はい、何をしてるの、何をしてるの。どっちが、どっちが出ます。これ熱くない。いや、そこにあるじゃん、布が。あ、布。そう、それで開けたらいいじゃん。布、そう、布。そう、師匠が布。違うの。UFO 師匠やなくていいですよ。UFO キャッチャー、UFO キャッチャー、UFO キャッチャーみたいな。何それ、UFO キャッチャーみたいな。新しいキャラクター。違うよ、マンチ UFO さんで呼んでないんですよ。あ、違う。開けてください。おい、はい、で、最後にちょっともっとごま油上からかけてくれ。かけんの。うん、だらーっと。そんなにかけない。そう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 、はい。これで、オッケーオッケーオッケー。はい。最後の焼き状態。あ、焼き目をつけて。そうそうそう。で、見て、見て。どこ？フライ返し、フライ。俺を見て。名物か、ここの。俺見て。こっちを見ろ、こっちを。こっちを見ろ。じゃじゃじゃ、そうじゃなくて、フライ返しで、裏、焼けてる。あ、これもハンバーグでしょ。そう、焼けてるかどうか、焼けてるかどうか。見て。それを見るぞ。右、1.5。見えますね、もう。いや、見えます。やってください、これ。バーバルのサングラスじゃねえんだから。いや、ちょっと、いい、早く、なんで？焦げちゃうから。はい、こう、いけるいけるいける。そう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 。ナイスナイス。あ、いいいい。はい、それでペロンと、そのまま。いや、こうね、こうね。オッケーオッケーオッケー。せーの。よいしょ。おー、完成完成。うまくいきました。あー、やったー。いや、見事にできました。よくできたよ、まあ、やっと解放されました。ほんとストレスがなくなった。ストレスだったから、ほんとに。でもさ、実際どう、出来栄え。出来はね、あの、ちゃんと並んではいないけど、うん、いいと思うよ。
いい感じ。そうそう、この両手で作ってるんだから。確かに、ね、そう、それにしてはすごい頑張ったよ、うんうん、ちょっと時間かかりましたけど、ね、そう、でも味ですよ、問題は。確かに、うん、もう一斉にいっちゃう。あ、いっちゃうかね。そうね、味をね、食べないといけない。めんどくさいな、それじゃ箸があんのか、ここに。あれ食えないんだよ。新しくしたからいっぱい出したの分かるけど。面白い。いいなそれ。これ食事の時はやる。これ必ずやるから。そうか、いいなそれ、欲しいな。お前が売りつけたらおかしいだろ。じゃあ、はい、いただきますわ。はいよ、これで美味しかった奇跡ちゃうな、うん、いただきます。いただきます。うわうまいな。うまい。ハンバーグ。なんでハンバーグ食べないの。うまいのかね。うまいのマックスのハンバーグなんですね。ちょっとこれマジでうまい。マジでうまい。これタレなしで行ってみて。これさ、マジさ、すごいわ。いや、すごいわ。めちゃくちゃうまい。大変だったよ、ここまで行く。めちゃくちゃうまいっすよね。うわ、すげえうまい。そう、これ中にちゃんと味付いてるから、タレもかけなくてもらいいじゃん。あと、うん、最後にかけたごま油、あれ効いてるね。あ、そうそうそう、あれやっぱり味になるんですよ。めちゃくちゃうまいっすよね。表面焼けるから、美味しいっすよ。いやー、ちょっとでもね、ほんまにね、うん、僕と正直ハンバーグ師匠は楽しかったっすよね。楽しかったね、今回やってみて、うん、すごい楽しかった。まあ、ただ問題はサックスなんですよ、うん、ちょっと怒ってるんで、軽く。なんで、どうだった。最高だったな。いや、サックスになれたの、やっぱり久々にサックスになれたから。やっぱね、サックスになりたかったから。もうサックスの声があったから、サックスにならないとあれできないから。あれツッコミできないから、サックスにならないと。いやじゃないか。ってことは結果楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ツイッターのフォローもお願いします。またお会いしましょう。